装置を置けばいいんだよね。でもどこがいいんだろう。そうだね、装置を置く場所、装置を置く場所。どこでもいいんじゃないかな。それによって何かが変わるとは思えないし。僕が誰かなんて些細な問題だよ。リュンヌ通りのリディとス。え、私たちのことを知ってるの？あれだけ噂になっていればそりゃあね。君たちとはぜひ一度会ってみたいと思ってたんだ。なるほど、いい目をしてる。野心と希望に満ちた素晴らしい目だ。ああ、最後に一つだけ。未来には変えられるものとそうでないものがある。変えられない未来のためにあれこれもがくのはやめるんだね。それじゃ。行っちゃった。何だったんだろうあの人。さあ、未来がどうたら言ってたし、占い師じゃないの。それより早く装置置いちゃおうよ。あ、そうだね、忘れちゃったら困るもんね。よし、設置完了。これで課題も無事終わり。うん、じゃあミレイユさんに報告に行こう。また反応に困るダジャレ言われないといいけど。どこかで会ったことがあるような。気のせいかな。うん、金目のもの落ちてないかな。スーちゃんの爆弾ちゃん。
じゃあ評価を発表するわよ。いい感じよ。これならバッチリだわ。ありがとう。装置を置いてきてくれたのね。それでは改めて、はい、これで双子ちゃんは E ランクに昇級よ。おめでとう。ありがとうございます、ミレイユさん。それでなんですけど、今度の不思議な絵はどんなのなんですか？私すごくワクワクしちゃって。それなんだけど、新しい絵まだ手に入ってないのよね。そんな約束したのに。ダメなんですよ、約束破っちゃ。ああ、新しい絵には目星がついてるんだ。ただ交渉がこじれててな。というわけだから、ごめんね双子ちゃん、もうちょっと待っててくれる？わかりました。わがまま言っちゃいけませんもんね。我慢します。両親が痛む。そうだ、リリー、スー、たまには自分たちで絵を探してみないか？自分たちで？マティアス、どういうこと？ああ、噂で聞いたんだが、最近誰かが都に大きな絵を持ち込んだらしいんだ。なんでもその絵の中には世界が広がってるとか、つまり不思議な絵の可能性がある。なるほど。じゃあ絵を持ってる人に直接交渉してみれば。不思議な絵が手に入るかもっていうわけ。どう？やってみない？交渉と作望なら大得意です。というわけでその話に乗りました。わかったわ。それじゃあよろしくね。こっちの交渉も頑張るから、マティアスが。え、俺？まずは絵を持ってる人を探さなきゃ。噂話に詳しそうな人って誰がいるかな。いろんな人の話を聞いてそうなシスターとか、お店をやってるルーシャとかリアーネさんとか。まあとりあえず話を聞きに行ってみようよ。あとのことはそれから考えればいいしさ。そんな話知りませんね。だよね。あ
ありがとう。仕事の邪魔してごめんね。構いませんよ。何か情報を手に入れたら教えに行ってあげますね。どこに行こうかな。大きな絵を運んでいった人？ええ、知ってるわよ。前にお得意様の酒場で話題になってたの。錬金術師の男の子が大きな絵を持ち運んでたって。錬金術師が？すみません、どんな男の子か聞いてもいいですか？そうね、名前はアルトって言うらしいわ。ちょっと引っかかる名前だったから覚えてたの。ちなみにその子だけど、ソレイユ通りにアトリエを構えてるらしいわよ。へえ、ちょっと名前を聞いただけなのによくそこまで知ってますね。そりゃ調べたもの。狩りも商売も情報が命ってね。まあ詳しい場所まではわからなかったんだけど、気になるなら探してみたらどうかしら。ありがとうございます、リアーネさん、助かりました。ソレイユ通りでアルトのアトリエを探してみよう。うん、そういえばアルトってどこかで聞いたような。どこだっけ。どこ行く、どこ行く。
なんだ君たちか。いつも元気で羨ましいよ。どこで聞いてきたんだ。まあいいか。君の言う通り、僕がアルトだ。それで僕に何か言おうかな。アルトさんが大きな絵を見つけてきたって聞いて。ああ、これのことか。さすがに運ぶのが大変だったよ。ねえねえ、アルトさん、この絵、私たちに譲ってくれませんか。実はこれ、呪われた絵でですね、持ってるとたたられてしまうっていう恐ろしい。うん、譲るよ。だって普通こんな簡単に譲らないでしょ。私なら譲らないもん。正直だね。もちろん僕もタダで譲ったりはしないさ。絵を譲る条件は一つ。僕は絵の調査に同行させてくれ。絵の調査？さて、何のことですかね。しらばっくれても無駄さ。不思議な絵のことも、君たちが絵の調査をしていることも僕は知っている。君たちが今後僕を調査に連れて行ってくれるなら、この絵を譲ろうじゃないか。どうかな。わかりました。それでいいです。別に不利なことはないと思うし。助かるよ。この絵を修復するのは面倒だし、いろんな絵の世界に行ってみたかったんだ。ではこの絵は僕が王城に届けておこう。それじゃ。よかったね。結構あっさり譲ってもらえて。まあね、あの人は実力はありそうだし、一緒にいてくれたら絵の調査も楽になるでしょう。工場に行くよ、リディ。修復の準備を進めなきゃ。目的地は秋に赴くままに。来たね。これが僕が見つけた絵、アンフェル大爆風だ。まさか絵を見つけたのがアルト君だったなんて。早く言ってくれればよかったのに。その義務はありませんから。さて二人とも、早速絵の修復を進めてくれ。僕は修復が終わるまでここで待たせてもらおう。よろしく頼んだよ。お出かけ、お出かけ。
こんな風に修復するのか。実際に見るのは初めてだな。それは後で資料にまとめるとして、二人ともこれで絵の中に入れるようになったんだろ。はい、これでバッチリなはずです。そうか、なら一刻も早く絵の世界を見てみたいんだが。なるべく急いで準備してくるので、もうちょっとだけ待っててくださいね。もう、どうかしたのかい。そんなに見つめられても困るんだけど。私たち絶対どこかで会ったことあるよね。いや、気のせいじゃないかな。少なくとも僕には覚えがない。本当に？怪しい。こらこら、フィリス嬢、アルトが困ってるだろ。その辺にしといてやれ。わーい、まあそのうち思い出すだろうし、いいや。ごめんね、そろそろ出発しよう。わかりました。では絵の世界へ。轟音を奏で降り注ぐのは、赤々と燃える溶けた炎。絶えず流れ落ちる溶岩の滝は、空を焼き、地を満たし、炎の海を生み出します。すべてを飲み込むべく炊ける炎の中では、いかなる命も芽吹くことはできず、竜の晩夏と共に、ただ滅びを迎えるのみ。終末の運命は今まさに目の前に迫っていました。赤き終焉を望む地、アンフェル大爆風。天命を覆す救世主はイズコに。まさか本当に溶岩に満たされた世界だとは。さすがは絵の世界だね。おお、ハルトさんはなんだか涼しげですね。私なんてもう今にも倒れそうですけど。ああ、こんなこともあろうかと暑さ対策は万全にしてきてるんだ。ずるいぞ、その暑さ対策俺にもよこせ。お断りだね。渡したら僕が熱くなるじゃないか。そりゃそうだね。え、そろそろ先に進まない？そうですね、このままじゃ焼きリリーになっちゃいそう。
やってるだけで済めばいいけどね。とにかく早く調査を終わらせなくっちゃ。なんだあれ、人じゃないみたいだな。妖精や精霊の類か。いや、絵の中だから作者の想像の産物。まあとりあえず話しかけてみようよ。おーい、そこの君、何やってるの？適当なことを。正義の味方、リディとスーは正義の味方だったんですね。わかりました。それならぜひお願いします。ただ口だけなのは許しません。僕もついていきます。もしどうしようもないようなら一緒に溶岩の海に
よ。絶対そんなことにはさせないから安心して。よし、まずはあたりを調べてみないとね。とりあえず先に進んでみよう。絵の中に意思疎通が可能な存在がいるとはね。錬金生物の一種と言えるのかな。アルトさん、フーコのこと解剖したりしないでくださいよ。ああもちろん分かってると思う。食べる？
子って何ですか？おお、考えてみればそうだよね。絵の中の子は外の世界のこと知ってるはずないか。お菓子っていうのは、いや、試した方が早いよね。はい、ふうこ、食べてごらん。これ、本当に食べるものなんですか？いただきます。存在が物を食べるとどうなるのだろう。そのまま栄養になるのか、それとも、うん、研究熱心も大概にしとけよ。賑やかで昔を思い出しちゃうや。楽しいな。とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。
これでレッツちゃんがここだここだ。よしこいひとまず終わり。なんだ材料選択は目が命。
上がってろ。ほどけほどけ。ビシッ。スーちゃん大大大。うん。あちょー。これだ。これ役に立ちそう。いいものが取れるといいな。メルカン。ですよ。なあフーコ、その狩竜ってのはどんなやつなんだ？そうですね、まずすっごく大きいです。フーコなんて人並みにされちゃいそうなくらい。あととても凶暴ですぐに火を吐きます。火をまともに浴びたら髪の毛がチリチリになります。最後のせいでいまいち凄さが伝わらないな。あいつが来るまでみんな仲良く暮らしてたのに、あいつが暴れるせいで母さんが風子ちゃん大丈夫だよ、私たちがこの世界を守るから。スーちゃんを見つけた。
てだろう。この辺がですか？どこに行こうかな。どこに行こうかな。スーは虫が苦手なんだって、少し意外だよ。そうですか。その手に持ってるの。あ、すごそうな場所発見。もっと近くで見てみようよ。
が先頭ね。見つけた。本気であれと戦うつもりか？どうなのスーちゃん。なんで私に聞くの？戦ってみようかな。本当に戦うんですか？正気ですか？正気も正気だよ。もしダメそうだったら助けてよね。おねえちゃん。こういう時だけ頼ろうとしないでください。だから嫌だったんだ。ここは私が。下がってよ。Tom!